ごご紹介ありがとうございましたあのここまでにあの3人の先生方にとても面白いお話を聞かせていただきましてさて私は何をしゃべろうかと思ってあの考えてきたんですがまあ最初に、まあ、死亡宣告をしていただきましてあのじゃあそういう中でどういうことをやっていこうかというお話をしたいと思います。あとですねあのいろいろ共感するお話がありまして。 えと私あの理系なんですけれども国語は大嫌いであの大体何で本当に感想文とかね何であんなものを試験に出されるのか全くよく分かんなかった世代です。でもう一つあの日本の多分特に初期の教育で欠けているのはあの日本の多分教育システムって多分できる子を取り残しているんだと思うんですね。でおそらくこの中の会場にいる皆さん方の家内の部分は実は落ちこぼれたんだと思います。あの 本当に伸ばす目を伸ばさない教育システムが、あの日本をダメにしてきたかなという気がちょろっとしているあのこの号です。で、えっ、ー、とそれからあの21条ゼタ倍ゼタの話が出てきました。でこれは多分あの2010何年かに N.S.A. かなんかがえっ、ー、とサイエンスかなんかにリポートが出ていて、えっ、ー、と年間に出てくるトータルの情報量はそのくらいだってお話が出たと思います。 で私なりにその10の21乗って私化学が爆弾に近いので、まあ、10の21乗ってどのくらいかなと思いましたらですね、えー、と考えてみるとあるんですよで。例えばこうやって両手でカップを作ってでここにこうやりますね。でこの中に入っている空気の成分窒素酸素それの分子数が大体21乗です。で、えー、と問題はあのその21乗の二十一乗の 分子数をもし仮に一個一個測定することができればレバですよ。レバ、そうすると例えばその辺にいる先生方の吸ってる空気とこの辺に吸ってるいらっしゃる先生方の吸ってる空気もしかすると違うかもしれないし、えー、と多分空気中ですからバクテリアとか何とかってうよウいるわけであのそういうものがもしかするとある先生は吸うかもしれないけどある方は吸わないとかですね。 それからあの現在ですと例えばあの肺がんの方なんかですとあの、まあ、特殊な物質が出るらしいんですがそういうものも意外とわかるかもしれない。えー、とそれからあの人のゲノムの話が出ました実は私あのゲノムの世界にもう二十何年か足突っ込んでるんですが、えー、と21条のゲノムといいますと大体どのくらいかといいますと,、えー、と人の一人の細胞の数が大体60兆個ぐらいあります。 であの日本人の人口1億ですから大体いい日本の列島の中に転がっている細胞の数が大体いい10の21乗個ぐらいなんですね。でまあ仮にそのゲノム一個一個調べることができればあの、まあ、この人のこの辺が、まあ、それやると死んじゃいますからできないんですけれども、まあ、この辺の人ががんになりやすいとか何とかっていうのはあの多分分分かる。 ゲノムベースとの医療、それから診断ということで実際にこのような中で使われるようとしています。スケールとしてはそんなもんですね。もちろんその情報を誰のものっていうのは重要な問題として残っていると思います。で、えー、と私がしゃべるのは、まあ、以上がマクラでございましてであの、データサイエンス共同利用基盤施設でございます。であの 今ご覧頂い,いているスライドはですねこれ北川気候長から見事にまとめていただきましたがあのこの気候がえっと発足をしてから第1期第2期でまあどういうことをしてきたかということを簡単にまとめました。であの基本的にはですねこれあのまあ情報学研究所があり遺伝学研究所があり局地研究所があり統計数理研究所がありまあ世の中のまあ通常の常識で考えるとどう見ても一緒になったって何も起こらない研究所の集まりなんですね。 でそれをじゃあどうやって集めてあのそれをまぜこジャにして新しいものを作ろうとする努力がこのスライドだと思ってください。で、あの実際にいろいろ新しい成果も出てきたと思いますし、あのまあ最終的には現在第3期であの、うん、データサイエンスという学校であの次のステップを目指しているというまあそういう状況でございます。で、じゃあまあこういう活動をして結局何が できてきたかと言いますと、まあ、私が考えるところですと。あの、大学共同利用機関とし、まあ、あの、文科省の方、ちょっと、いなくなっちゃったのが残念なんですが。えー、大学共同利用機関としての成熟度がかなり増大したと思います。これは、あの、北川先生が作られたスライド、をちょろっと変えただけです。で、えー、っと。結局ですね、あの、もともと、普通に置いとくと。なかなか混ざりにくい四つの研究所、を強引に混ぜて、いろんなことをやった結果として。 何ができてきているかと言いますと一、まあ、つは共同研究体制ががかなり出来上がってきたと思います。で特に第2期の後半あたりからあの実際にあの私が関係しているゲノム科学の世界ですとあのデータの生産量というのは飛躍的に増大しましたのであの、まあ、実際にデータ駆動型サイエンス、まあ、データサイエンスというのをあの生物学の世界でも実現できましたしあのもちろんあの地球物理とかですねあの天体化あの 大気のレーダー観測なんかではもうそれ以前からあのビッグデータの時代ということに突入した科学が進んできたわけです。で、えー、と現在の,あのデータサイエンス共同利用基盤施設の構成でございます。で、あのまあ、上の方から、まあ、私施設長ということになってますが、あの大きく分けますと、 あのデータサイエンスをあの推進するためには、まあ、いくつかありますねあのデータを生産する、まあ、大規模な網羅的なデータを生産するということがあります。で一言に大規模データといっても、まあ、ただでかければいいというわけではなくてあの必ず網羅的にあのそのデータを見ればあのどっかのサブセットを見れば必ず全部が分かるという網羅性が大事ですが、まあ、そういうデータはあの各研究所が作っていただくとしてでこの施設ではそのデータをどうやって あの大学の先生方に還元するかつまりデータ共有を進めるための,あの仕組みを一つは作りましょうそれからもう一つ大事なことはあのそうやって大規模なデータをあの通常まあもうパソコンのレベルを超えてしまいますのであのまあどうやって解析しようかまあそういう解析の支援をするというユニットで一つはあのこの機構の強みを生かして一つはゲノムデータそれからデータ融合支援のユニットの二つを作ってございます。であの まあフェーズ1としてはですねあの平成28年度から30年度ぐらいまでを考えているんですけれどもあの一応これだけの機能単位を作りましてえと左側の方の上から2番目に書きましたがデータ産ス共同利用基盤施設の目的としてデータ駆動型サイエンス括弧してデータサイエンスの視点からまあ大学の多様な分野の研究者に対して大規模データの共有とデータの解析支援を行いましょうと。 あのこれがあの本施設の,あの基本目標でございます。で、やることはあの繰り返しになりますが、データ共有支援、それからデータ解析支援、それからもちろんあの大学の先生方からいろんなアイディアをいただきたいし、内部から上がってくるいろんなアイディアもあの伸ばしたいと思いますので、戦略プログラムという形であのいろんなプログラムを走らせていこうと、こういう計画立てであの進んでいるところでございますま。ちょうどこれで1年経ったところなんですが、 あの基本でまあ狙っていることはこういうことになるかと思います。あの一つは大量大規模データを活用し、まあ、発見とかですね予測シミュレーションといったあのデータサイエンス推進のための研究基盤の提供と研究支援したいと。それからもう一つはですねあの、まあ、データということにあの落とし込みますとあのかなりいろんな 横横並びといううか横串を通せるるようになると思います。あの先ほどの話であの人文機構の先生のお話もいただきましたしそれから大学の方の教育のお話もいただきましたしそれから実社会の方のお話もいただきましたがあのデータというところにの落とし込みますとあの、まあ、かなり新しい芽が出てくるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、そういうことは思いましてですね、えっとまあ、ひとまずここは大学共同利用機関なのでアカデミックビッグデータの活用拠点として あのデータサイエンスの支援事業を進めていいくと、まあ、そういうことでございますで、あの一番右下に書きましたが、まあ、我々があのミッションとしてやらないといけないことは、まあ、大学等の研究の先生方にですねぜひデータサイエンスというものをあの自由自在に使えるようにあの環境を提供しそれからあの実際に解析の支援なんかを行っていきたい。 でまあ、行き着く先はオープンサイエンスですが、まあ、オープンサイエンスという意味では気候そのものにあの、まあ、情報権もございますのであのオープンサイエンスを進めるための基盤をあの提供するあの仕組みはもう出来上がっておりますので、まあ、そういうところにまだ持ち込んでいって気候、まあ、全体としてあのデータドリブルのサイエンスを進めていきたいなというふうに思っております。で